変なゲームを見つけました。超速進化勇者エボルドっていう。まあこのタイトル画面でどんなゲームか分かる人絶対ないと思うので、概要欄に書いてたのをちょっと説明すると、 RPG 作る MV に登場するよくいろんな人からいじられてる主人公ハロルドが今もう MZ に進化してしまったから、その感情を描いたゲームみたいな感じらしい。どういうことなんだろう、タイムアタックとか何これ、どんなゲームなんだよ。でなんかゲーム始める前に音量には十分注意してくださいって書かれてて、もうすでに 60% になってるからこのままでいいのかな。とりあえず始めよう。まあ、プレイ時間5分って書いてるからね、多分MV 時代の主人公ハロルドが MZ 時代の時代になった主人公に対してすごい悪口を言うゲームなのかな。多分オープニング見よう。2020年8月20日、あこれ多分 MZ になった日だね。 PC 版 RPG 作る最新作である RPG 作る MZ 発売された。その頃前作 RPG 作る MV の主人公ハロルドはもうでもお前顔見ただけちょっと面白いもん。でももう世代交代だよさすがに、結構長い間お前いじられ続けただろう。スクール最新版が出る、どうせ初期ロットはバグだらけだし気にすることはねえな。なんだ初期ロットって、そういう専門単語わかんないんだよな。ユーザーが定着するのはバグ直ってプラグインが充実し始める半年後、いや1年ごと見たね。それまではまだまだ MV の転化っしょ余裕ぶっこいてるね。いやでも結構もう MZ に変わってきてるくない、ゲームも制作者さんたちがどんどん MZ に移行してるよね。集まるも完全に対応しないし、余裕余裕、焦る必要ないない。お、そろそろパチ屋の開店時間かやさぐれてるなハロルド。何があった、いろんな人たちにいじられ続けてさすがにやさぐれてしまったのかな。それから2ヶ月後、2020年10月、だりいけどたまに集まるでもチェックすっか。でもあまり MZ のゲームは出てない。よっしゃよっしゃお前マジで MZ 嫌いなんだな。やはり予想通りだぜ。ん？お知らせ？あのさ、気なんだけど、これ運営にバレたっけ？怒られないの？こういうことやってて。まあ、大丈夫なんだろうね、さすがに。何？なんだ、どういうこと？ RPG 集まる API が RPG 作る MZ が、まあなんか、すごくできるようになりましたってことだね。ここら辺のことは全然わかんないから、もうとりあえずやってこう。API が対応ってことはつまり、実質 MZ 完全対応じゃねえか。思ったより集まる仕事早えな。いや、いいことじゃん。ハロルド、もうお前さよならなんだよ。なんか来たぞ。こいつもしかしたら、MZ の主人公、いや、違うね。うん、これアイコン絶対違うよね。もう確実に制作者が手書きで書いたやつよね。ププクスクス。誰だてめえ、無様だな、ハロルド。お前はもうオワコンなんだよ。リードって言うんだ。やっぱ MZ 主人公ね。でもさ、これ制作者も多分リード嫌いなんじゃないの手書きで書いてる時点で。わざわざさ、もうそのまま普通にあるデフォルトのやつ使わないで、わざわざ手書きで書き起こしてる時点でちょっと嫌いなんじゃないの。リード様がスクールの顔になるのさ。あ、これからは MZ の主人公であるリード様がつく、はい。いや、多分こんなキャラじゃないって。嘘だろ。あんなペイントで30秒で描いたみたいな顔面が俺の光景だと。おい、制作者もでしょ、これ絶対嫌いなの。ハロルドが好きなんだろ、ただ。許せねえ。そんなのすいません、アマゾン来ちゃった。許せねえ。そんなの絶対に許せねえよ。そうだ。奴をぶっ殺して。MZ 自体なかったことにすれば。ハロルド、ハロルドもう、みんなからお前、勇者だと思われてないよ。待てよ。俺まだレベル1でスパークとヒールしか使えねえけど、そもそも勝てっかな。スクール MZ、リード、スキル、検索っと。はっ！投げ払い、気合、あ、もう勝てねえよ。もう勝てねえよ。え、これ初期必ずこうなってんのかな？だったらハロードかわいそうすぎ。でもスパークとヒールなかなかいいじゃん。応急処置、連続切り、乙女の構え。なんだ乙女の構えって。リードで、なんで覚えたんそれ。なんかすごく充実してる。ダメだ、勝てる気がしない。くそー、お困りのようだな。なんか来た。誰だてめえ。ハロルドよ、これを飲むのだ。この薬は一体、ごく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 、これはガンゲマリン MV。飲むだけでお前はどんどん進化する。でも全然進化した実感ないぞ。ほんまにこんなんでええんか。なんで急に関西弁になったんだよお前。てかこの猫なんなんだよ。もう突っ込まないで普通にやろう。
一本ではダメだ。それはあくまで試供品。もうゲーム始まるまで突っ込まないもん。残りはリードがいる場所の道中に点在している。なんて回りくどいんだ。まるでゲームみてえだ。要はガンギマリン X を拾いつつ、リードの元に向かう奴を倒すのだ。さすればスクール MV1 対、貴様の主役の座も盤石となるだろう。分かった、ありがとうな、相対の知れぬ畜生よ。おっしゃ、待ってろ、リード。スパークの染みにしたるぜ。ハロルドとスクール MV の運命はいかに。なるほどね。ん、ちょっと待って。何これ。レディ？え、何？スパーク？え、これ何？ヒール？これ、何かも使える。あ、何かも使えるね。痛い。あ、これ、スパークで倒してってことだ。で、これがガンギマリン MV なんだっけ？あ、いいね。だからどんどん敵増えていくから、これスパークで倒しつつってことだ。あ、でも俺攻撃食らわなくない？あ、食らう。あ、で、これスケールで回復してってことだ。でもこれ無限に使い、ハロルド強いやん、十分。ハロルド十分強いじゃん。エボルブ回復。どんどん増えてきた。あ、で、しかもこれ、ガンギマリオを取るにつれてどんどん強くなっていってね、やっぱハロルドも。あ、いいね。これ全部ちゃんと取っていこう。ちゃんと敵全部倒していこう。あ、いいね。あ、すごい増えてきた。あ、待って、だんだん俺何してるのかわからなくなってきちゃった。俺どこにいるのってか。スパークのせいで全然見えないんだよね。スパークあんま使わないでしょ。敵がいるときにちゃんと使おう。エボルド、オーケー。エボルドだ。エボルド、めっちゃ増えてきた。めっちゃ増えてきた。でもどんどん強くなってきたね、ハロルドも。HP40 になってるからね。どんどん強くなってる。確実に強くなってきてる。いやもうこれで、この時点でもう絶対倒せるでしょ。なんかリードだっけ。もうあいつの名前忘れたもん。やっぱ今の主人公はやっぱまだハロルドなんだって。まだ定着してないんだよ。やっぱ主人公はハロルドなんだって。待って、強くなりすぎ。どんどん強くなってきてる。もうザコレギ全然関係ねえじゃん。エボル、そろそろエボルブじゃない？そろそろエボルブするでしょ。来た、エボルブ。わかんねえ。あ、でも十分強いって。いや、十分、うるせえな、ほんとこのゲーム。編集で音下げてるけど、俺ほぼ自分の声が聞こえないからうるせえ。待って。ちゃんと、うるせえ、ちゃんと、どけ。もうすっごい強い。もうすっごく強くなっちゃった。いいよ、もう全部取れば、マジめちゃくちゃ強くなるんじゃないの？だともうリード倒せるでしょ。はい。楽しい。こういう無双系すげえ楽しいんだけど。もうほぼ見えねえもん、ハロルドが。で、攻め取ってこう。敵いないじゃん。すごく強くなっちゃったね。うわ、いっぱいいる。てかさ、もう、外気までめちゃくちゃ落ちてんじゃん。もうこれ取ってけばもうめちゃくちゃ、なんだ手が完全にスパークマイルブって。HP 汚ねえ。やめろよ。1個1個やめろよ。ほとんどの実況者がこれ触れたくねえだろうな。俺は触れるけど、すっごい強くなっちゃった。もう何もしなくてもなんか勝手に倒してくれる。え、すっごい強いじゃん。あ、もうこれ取んなくてもいいのか。じゃあ上行こう。やめたい。もうすっごいいっぱいいるじゃん。やばい。なんだこれは。リード来たけどさ、リード危ない。リード、あれ、リード今死なんかった。予想通りやってきたか、ハロルドよ。その様子だと多少は強くなったようだが、果たしてその牙俺に届けるかね。さあ、前工場はここまでにしよう。前工場だっけ、これ前工場だね。かかってこい、ハロルド。いや、もう死んでんだよ。やったぜ。おい、触れろよ。触れてやれよ。てか、あいつなんで喋れてんだよ。今更だけど、リードぶっ殺しても MZ に何のダメージもねえわ。女の子の主人公もいるし。あ、そう、MZ の女の主人公可愛いよね。え、この MV の頃のハロルドのその、もう一人の女キャラ主人公みたいなの見たことないんだけどな。そもそもデフォ主人公なんか使わんし。いわゆる、あ、所詮これは、全部ただの八つ当たり。俺の行動は完全にトロだったんだ。俺だって、本当は分かってる。もう主人公でいられないってことを雷出すな、もう。もう誰もいねえんだよ。そんなことないわ。ハロルド。誰だ？あ、こいつか！あ。え？ MV のヒロインってマーシャなの？あれだよね、魔法使いみたいな子だよね。マーシャ？いや、死んだって。だってあなた、悔しかったんでしょ？オワコン呼ばわりされることが。お前、どこにいんの？だからここまで来た。マーシャも可愛いんだよな。ただな、MZ の女主人公可愛かった。どっかで見たんだけど、結構可愛かったよね。茶髪でちょっとロングの髪型の子。なぜ俺がここにいると。やっぱ MZ の方だよ、今。ハロルド、諦めろ。なぜって、
ここに至るまでの全部は私たちが仕組んだことだからよ。おい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 てめえぜどういうことだ。いたなこんなやつも。ガンギマリ MV なんて大嘘、あれはただの水よ。あなたは勝手に勘違いして一人でレベル上げまくっただけ。その進化は薬のおかげじゃなく元からあなたが秘めていた力よ。おい、いやその進化って言うけど体見ろよ。もう人間じゃねえよあれ。ついでにあの猫は私の変身ね。あ、そうなの。でもあのリードとかいうやつはもちろんあれは僕が作った幻です。次誰だよ。あ、メガネのやつか。ユキユセ、そうか、お前の現実だったのか。でもなんかちょっとなんか悲しいな。おいも今まで実況してきたゲームでこいつらいっぱい出てきたからね。いろんな性格だった。こいつ様にホモだったからな。あなたの重すぎる腰を上げさせため我々で一芝居打ったのです。これでようやく HTML パーティー揃い踏みですね。うん、もう、うん、いいよもう終わろうぜ。お前ら全員死んでんだからよ。ハロルド、もう分かったでしょ。大事なのは主人公の素質じゃない。主人公になりたいと思うその意志なんだって。たとえ次のスクールが出ようとあなたは私たちの主人公よハロルド。みんなありがとう。いいゲームじゃん。でもあの人たちはもう MZ になったら出てこないのかな。ツールは時代とともに進化していく。でも本当に必要なのは自分自身の進化。 MZ でも MV でもユニティでもいい。大切なのは作りたいという心。でもさ MZ の方でいいと思うんだ。あの一回 MZ のゲームやったことあるんだけどさ、 MZ のさもう普通に入ってる BGM がもうかっこよかったもん。フォーエバー作る MV、サンキュー作る MV。 でも僕は作る MZ も最高だと思います。お前怒られないように保険かけてんじゃねえよ。作る MZ とてもおすすめです。みんなぜひ買おう。僕持ってないけど。リンクを開いてます。あと作る開発部の皆さん、お仕事とか全然お待ちしています。お前来ると思ってんのか。おしまい。半分は悪口やったからな。